ニュースマグビです。俳優の佐藤浩市さんと元サッカー選手の丸山桂里奈さんが映画「福島50」の黒板アートイベントに登場しました。イベントでは福島の会津学法高校美術部員が制作したチョークで描かれた黒板アートが披露され、黒板には映画でダブル主演を務める渡辺謙さんと佐藤さんの顔が描かれていました。その絵を見た丸山さんは、ここまで似てると驚いちゃうとその出来栄えを大絶賛していました。映画「福島50」は3月6日から公開です。ニュースマグビ。